ありきたりなロンドンの観光に飽きてしまった人にですね、おすすめのスポットがあります。あまり知られてないんですけれども、テムズ川の岸辺を歩くというそのようなスポットです。紀元前のローマ帝国からの支配、また、バイキングの支配があったり、まあ、ワインとかオリーブとか塩、砂糖、さまざまな物流の拠点ともなり、バイキングに侵略されたり、ロンドンの大火事があったり、ペストの流行があったり、さまざまな歴史を経てですね、経てきた中でも、このロンドンの港、テムズ川沿岸というのは、まあ、さまざまなそういった歴史の流れがある中で、今もですね、発掘調査ですとか、歴史のこう遺物というか、そういったものが発掘されたりするそうですね。今も調査隊の方々が、いろいろ調べてらっしゃるところですけれども、なんとですね、このテムズ川沿岸を歩くことができるということで、ちょっとね、なかなかない形ですけど、なかなかない観光スポットということで、ちょっと歩いてみたいと思いますが、じゃあどうやってこのテムズ川歩くのかっていうところですけどね、ここに入り口があります。自転車は乗り入れできないんですけども、さあ皆さんご覧ください、この非常用はしごみたいな、決してね、あのスカートとか、あのちゃんと準備、靴とかヒールがある靴だとちょっと厳しいですけどね、結構高さがあるんで気をつけないと危ないですよ。それでは行ってみましょう。ちょっとお話を伺ったらですね、あの今でもローマ時代のもの、ローマ帝国、当時のローマが、ここを支配した時の遺物というものが見つかることがあるそうですね。まあ、そういうクラブというんですかね、調査クラブ、まあ、ガバメントの、そういった公式的な団体がやっているというよりは、まあ、市民団体というんですかね、まあ、クラブのような形で、ここでみんなで、時間を決めて何か探したりとかしてるみたいですね。いや、こんなスポットがあるっていうのはちょっと知らなかったですね。あ、何か見つかったら見せてくれるって話でしたけど、意外とね、出てくるもんなんでしょうね。まあ、大体の方々はああいった形で観光船に乗ってちょっとテムズ川を渡って終わりだと思うんですけど、ちょっとマニアックなね、ツアースポットとしてテムズ川を歩く、歴史の経緯がある場所、そういう場所ですからね、ここを散歩するっていうのも、いい思い出になるかもしれません。これはあのロンドンテムズのアクティビティみたいですね。あのミートアップみたいに、まあ、やっぱりそうちょっとしたクラブみたいな形で、まあ、ローマ時代のそういう陶器を発掘したりとか、あとは動物の骨とか、まあ、いろいろなものが見つかるということで、まあ、そういうのを見つけて楽しむ、そういう集まりですね。はい、いやー、これね、あの意外、おお、あるやん。いや、普通にあるやん。でっか。これ何の骨だろう。いや、骨多いな。
いや何の骨なんだろう、食事で食べた後の骨なのかちょっとわかんないですけど、やっぱねローマ時代のホテル、あの陶器器、まあその破片とかねもう見つけてる人いましたけどね。いやこれは面白いかもな、ね、ただなんか観光地を巡るっていうのもね、いいですけど、ちょっと冒険心をかきたてるようなあの特別な体験をしたい人はこのテムズ川を歩いて思い出を拾うというのもいいのかもしれません。もしかしたらお宝が見つかるかもしれませんしね。いやなんか骨多いな。うわめっちゃ骨あるな、骨だらけ。参加している方はもちろんね観光客というよりはここに住んでる方が結構多い感じでしたけど、結構知らなかったっていう人も多かったんで、この場所前から知ってたわけじゃないみたいで、意外と本当レアなスポットですね。いいな。うん、あのでも基本人間の骨じゃないみたいなんでね事件性はないと思いますが、歴史の痕跡を見つける、あの宝探しが好きとかね、歴史好きとか考古学に興味がある人とか、ちょっとした気分転換に散歩するのにもいいと思いますよ。おすすめスポットです。隠れた穴場ですね。足場がちゃんとしたね、こういう階段もありますんで、はい、安心して安全に歩くことができます。